もう気づいているのではございませんの？え？夢には必ず何か意味がありますのよ。リカにとって大切な意味が。意味？この終わらない狂った惨劇の世界が私に何の意味があるっていうの？悪い夢を永遠に見せられ続ける理由がわかりませんの？サトコ、何を言って体が、リカがもし恐ろしい夢に苛まれて、それでもなお理由がわからないというなら、どうなってるの？リカ、それはたたりですのよ。たたり、どういう意味？なんで体が動か、何が起こって、ああこれですの？さあリカ、綿流しですわよ。リカは当然ご存知ですわよね。お社様のたたりを沈めるにはこれしかありませんものね。さっきからたたりって何の？どうやら痛み止めが切れてしまったようですわね。残りの痛み止めを全部使って差し上げますわ。リカも痛いのは嫌ですものね。サトコ、安心遊ばせ。監督の言いつけで毎日自分にお注射してるんですもの。慣れていますわ。痛み止めが効いてきましたわね。サトコ、私の悪夢がお社様のたたりってどういうこと？私、お社様のお告げを聞いたんですのよ。お告げ？リカはもうお社様の巫女にふさわしくないとおっしゃっていましたわ。ですから、お社様は私に巫女を変わるようにと、そうお告げをくださいましたの。サトコ、そのお社様は幻なのです。病気のせいでそう思い込んでいるだけなのです。リカ、私の奉納演舞見てくださいませ。気づきなさいませ、リカ。これは単なる気まぐれの悪夢じゃないんでございましてよ。やめて、サトコ。罰当たりなあなたへの永遠のたたりなんですの。もうやめて、たたりなんて、罰当たりなことなんて、私は何もしていない。いいえ、リカ、あなたは巫女であるにもかかわらず、お社様の戒律を破っているんですもの。私が、いつ？リカは、ずっと、ひなみざわを捨てて逃げ出したいって、そんな罰当たりなことを思いながら、演舞を奉納してきたんでございましょう。お社様の巫女でありながら、何という恥知らずなことでございましょう。